バリー・リンドン、バリー・リンドン、バリー・リンドンは、スタンディ・キューブリック監督が、18世紀のヨーロッパを舞台に取り上げた1975年のイギリスの映画である。原作は、ウィリアム・メイク・ピース作家例による小説ザ・ラック・オブ・バリー・リンドン、1844年。アカデミー賞の撮影賞、歌曲賞、美術賞、衣装デザイン賞を受賞した。18世紀半ば。 レドモンド・バリーはアイルランドの農家に生まれた。彼の父親は馬の売買上のトラブルに橋を発した決闘で殺害され未亡人となった彼の母親ベルは若い頃の美貌を覚えていた他の男たちに求婚されたが拒否し続け女で一つでバリーを育て上げた。十代になったバリーは獣視のノラに初恋をしていた。ノラも思わせぶりな態度を取るなどバリーを誘惑し、 二人は恋人同士となる。しかしその後、ノラはイギリス軍のジョン・クイーン・タイイとも恋仲となる。クイーン・タイは非常に裕福な家の当主で、ノラと彼女の家族は貧困から抜け出すために、クイーン・タイとの結婚を望むようになった。ある日、クイーン・タイに嫉妬したバリーは彼に決闘を申し込んだ。決闘は一対一でお互い同時に銃を撃つ方式で行われ。 バリーの弾が命中して、クイーン隊員はその場に倒れてしまった。決闘の立ち会い人となった、ノラの兄弟やイギリス軍のグローマン隊員は、クイーン隊員の死亡を告げ、バリーは、警察の追及から逃れるために村を出た。ところが、実際には、バリーの銃には、ノラの兄弟によって、朝弾が装填されていたため、クイーン隊員は気絶しただけだった。ノラとクイーン隊員の結婚を望む兄弟たちが、バリーを、 村から追い出すために仕組んだものだった。バリーは村を出る際に、母ハハベルから旅費として2ーのお金を渡されたが、ダブリンへ向かう道で追いはぎに合い人もんなしになった。今更家へ帰るわけにもいかず、バリーは途中立ち寄った村で、イギリス軍の兵員補充に志願して大陸に渡り、7年戦争に参加する。軍隊の中で頭角を現したバリーはやがて、グローガン隊と再会し、 彼の部下となった。しかし、戦列不評として、直後に参加した民伝の戦いで、グローガン大員は戦死し、大いに悲しんだバリーは軍隊を辞めることを考えるようになった。その後、軍隊による略奪などを目の当たりにしたバリーは、脱走を決意。将校の服、身分証、馬を奪って同盟国のプロイセンに渡った。イギリス軍の将校になりすましたバリーはプロイセンから、 中立国をランダへ抜けて、アイルランドへ帰ろうと考えていた道中、遭遇したプロイセン軍のポツドルフ隊員に、職務質問を受ける。バリーは、偽の身分証提示して、ブレーメンへの死者の任務を遂行中であると言いつくろったが、ブレーメンは、正反対の方向だったために、ポツドルフ隊員は疑念を抱いた。ブレーメンへの道案内を買って出て同行することになったポツドルフ隊はやがて、 バリーとの雑談の中で矛盾を発見し、バリーにプロイセン軍の兵卒になるか逮捕されるかの選択を迫った。バリーは逮捕を恐れてポツドルフ隊のもとで兵卒になることを選択した。プロイセン軍の軍律はイギリス軍よりも甘く、将校による死刑などが横行しており、バリーは厳しい兵卒生活を送る。2年後、バリーは戦地で ポツドルフ隊を救出した功績により、今度は身分を隠して、プロイセン警察で、スパイとして、働くことになった。バリーの任務の対象となったのが、スパイ権威をかけられていたギャンブラーのシュバリエドバリバリで、あった。シュバリエの召使いとして潜入しようとした、バリーがが、シュバリエが同郷人だとあらかじめ知らされていたバリーは2年間も、帰国が叶わず異国で無理やり刺激されている。 心細さから、プロイ戦札を裏切り、シュバリエの相棒として二重スパイをこなすようになる。やがてシュバリエが、国外追放になるとバリーは、シュバリエの策で、プロイ戦からの脱出に成功し、彼と共に、ヨーロッパ各国の社交界で、イカ様によって荒稼ぎする。そんな中、バリーは、病弱なチャールズ・リンドン卿の若い妻、レディ・リンドン、ファーストネーム、ホノリア、シャクイ リンドン、女伯爵、剣イングランドのブリンドン、女主ケンワイルランド王国のキャスル。リンドン、女男爵。リンドン教の十枚に出会い、彼女を老落する。バリーの企み通り、チャールズ・リンドン教は、間もなく病死し、バリーは、レディー・リンドンと結婚して、バリー・リンドンを名乗るようになる。一年後、バリーとレディー・リンドンの間に、子供が生まれる。バリーは、 ブライアンと名付けられたその子供を溺愛するが、家庭を全く顧みない、宝刀な生活に、レディー・リンドンと、全プリンドン教徒の子である、ブリンドン死爵との間に亀裂が入り始めていた。そんなある時、バリーは共に暮らすようになっていた母ベルから、もしレディー・リンドンが先に死んでしまったら財産はすべて、ブリンドンのものとなり、借位を持たないバリーは路頭に迷うことになると、忠告される。 それを聞いて、危機感を覚えたバリーは借位を授かるために、有力貴族らを招待して、盛大なパーティーを開いたり、高価な絵画をさらに法外な価格で気前よく、買い取るなど、各方面に惜しみなく、財産を投じ始めた。バリーの再現のない浪費に、リンドン家の財産はたちまち食い潰され、レディー・リンドンは増え続ける、借用書へのサインを続ける日々を送る羽目になる。 そんな母とリンドン家の将来を憂いた、ブリンドンはバリーを憎み、亀裂は修復し難いものとなっていった。やがて、ブリンドンの挑発に乗ったバリーが、公衆の面前で、ブリンドンを殴りつけるという事件が起こって、バリーの社交界での評判は地に落ち、爵位を授かる望みも立たれてしまう。追い打ちをかけるようにブライアンが、馬の事故で亡くなり、絶望したバリーは酒に溺れ、 レディー・リンドンは精神を病んで、服毒自殺まで測るが、幸い少量だったので、未遂に終わる。バリーとレディー・リンドンが廃人となってしまったため、リンドン家の家系は、バリーの母ベルが取り仕切るようになった。ベルは、苦しい家計をやりくりするために、長く、レディー・リンドンに仕え、亡くなったブライアンの家庭教師などもしていたらアントボクシに解雇を言い渡した。 ラントボクシは抵抗するもベルは聞く耳を持たず、憤慨したラントボクシは城を出ていた、ブリンドンを頼って、リンドン家の惨状を訴えた。話を聞いた、ブリンドンは自らリンドン家を立て直す決心をし、バリーに決闘を申し込む。決闘は1対1で交互に銃を打ち合う方式で、行われ、バリーは左足を切断する、大怪我を負って、城から離れた街で、 療養生活を送るる。ようになるすぐに、ベルも看病のために、バリーの元を訪れ、空になった城を、ブリンドンが掌握。ブリンドンは、毎年500ギニーの年金と引き換えに、イギリスを去って二度と戻らないことをバリーに求めた。この条件に承諾しなければ逮捕されるのは確実で、バリーはやむなく同意して、ベルと共に、イギリスを去っていった。その後彼は、落ちぶれた。 賭博クとして生きたとも言われているが、どのような末路を辿ったかは定かではない。中、女伯爵、カウンタス、女子爵、バイクウンタス、女男爵、バロネス。キューブリック唯一の電気的な様式を持つ作品である。原作の長編小説をキューブリック自身が大幅に圧縮して台本化したが、その際には原作が バリー自身の回想録として一人称で書かれてたのをナレーションに変え、バリーの末路を変更するなど、大幅にアレンジが施された。それでも三時間長を要する大作となった。キューブリックは、当初、ナポレオン・ボナパルトの映画化をもくろんでいたが、主に予算の都合で断念し、代わって制作されたのが本作である。時代交渉はもちろんだが、ライティング、美術、衣装に至るまで、 完璧主義者であるキューブリックは見事に18世紀を再現して見せている。またこの時代の雰囲気を忠実に再現するため、ろうそくの光だけで撮影することを目指し、NASA のために開発されたレンズを探し出して使用した。軍隊はすべてアイルランド陸軍の不評を利用した。映画化の叶わなかったナポレオン時代の戦争に関する研究が広く活かされることになったが、 撮影当時は北アイルランド紛争の激しい時で、スタッフキャストの移動にも最新の注意を払ったという。アカデミー賞を受賞するなど評価は高かったものの、工業的には苦戦し、制作費回収には年月を要した。著名な原作とスターを起用した、娯楽作品による工業的な成功を目指したキューブリックが自作品として選んだのが、スティーブン・キングのシャイニングである。 映画撮影の歴史で最も明るいとされるカールザイス製プラナー50メートル MF0.7 を手に入れたまでは良かったがこのレンズはアポロ計画の飛行士が持たされたハッセルブラッドカメラガツ離れる際にカメラとレンズは放棄しフィルムだけを持ち帰るのために作られたものでマウントのみならずシャッター、絞り、バックフォーカスなど構造のあらゆる点で映画用とは相入れないもだった キューブリックが前作時計仕掛けのオレンジで使用したアーノルドリヒター製アリフレックス35 IIC にも取り付けることはできずキューブリックはレンズマウントの光景が一番近くかミッチェル BNC カメラをワーナーブラザースのカメラ部からジョンキャリー当時ワーナーの社長だったを通じて調達したこのカメラについてキューブリックはアリフレックスより長尺のフィルムを装填でき 撮影時間を伸ばすことができることも利点に挙げている。レンズの改造は、シネマプロダクツ社長のエドマンド M ディジュリオに依頼された。改造が必要な箇所は、レンズマウントの加工にとどまらず、フォーカス機構もそのままでは使えず、カメラ本体絞りも改造が必要だった。また、広角レンズでの撮影を好むキューブリックには 50mm レンズの画角は狭く、 70mm フィルム A 写機用のコールモーガン製アダプターをワイドコンバーターとして流用焦点距離を 36.5mm 相当にしている。レンズ絞りを開放にするとピントが外れやすくなるがミッチェル BNC はレフレックスレンズに入った映像がファインダーから見られるではなかったため被写体までの距離を正確に追うため被写体を真横からテレビカメラで映し フォーカスプラン、ピントを合わせるオペレーターが映像をモニターで監視しながらフォーカス操作を行った。さらに視差を最小限にとどめるためテクニカラーカメラのファインダーを流用。このような改造とテストに3ヶ月が費やされた。当時のフィルムも ASA100 程度の低感度で特別に明るいレンズを駆使して、なお同感現像を行い ASA200 相当で使われた。 1980年代に入ると高感度フィルムが開発され、ろうそく照明の下でもより良い画質で簡便に撮影できるようになった、とオルコットは後年語っている。低焦度撮影用に HD カメラを選択可能など、今日さらに選択肢は広がっている。レンズ貸し出しにまつわる逸話もいくつか伝えられており、アマデウスの撮影監督、 ミロスラフ・オンドリチェックからの要請は断られたが、キューブリックと同じ弁護士と契約していた、伊藤十三は貸しても良いですよという返事を受けたという、など。民謡とオリジナル音楽以外の音楽は、ほとんどがこの作品の設定と、同時代である18世紀に作曲された、バロック音楽、古典派音楽のものだが、唯一の例外が19世紀に作曲された。 シューベルトの作品ある。これは単なる時代作語ではなく、キューブリック自身がバロック音楽にロマンティックな音楽があまりないと感じたためだと言われる。また、劇中にて、プロイセン兵士が逆を交わしながら、ホーエンフリートベルク行進曲を合唱するシーンがあるが、当該の歌詞、アウフ、アンスバッハ、ドラゴナー、アウフ、 アンスバッハ・バイロイトが追加で作成されたのは1845年であり、こちらは時代交渉が間違っている意図的なものかミスであるかは不明。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。